J-WAVE WOW MUSIC をお聴きの皆さん、こんばんは、ウアです。この番組は毎月一人のクリエイターがマンスリープレゼンターとしてナビゲート、毎週すごいと思う音楽を紹介して、そのすごい音楽を作った本人と深夜に音楽座談会をお届けしています。6月のマンスリープレゼンターはウアが担当します。お迎えしたミュージシャンの方々の新しい側面を垣間見せられるような時間になったらいいなと思ってます。今日はオーガユーアスホールのボーカルギターデッドマナブさんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。私、原村という村に嫁ぎまして、そこで村民として彼とね知り合ったんですよ。で、最初はそんなものすごいミュージシャンであることも知らずにお話ししたりしていて、だんだんと自分の周りのミュージシャンからその評判を聞いて、後からこう彼の凄みを知っていったわけですね。なので、どのようにして伝説的なバンドの存在確立していったのか聞いてみたいと思っています。J-WAVE WOW MUSIC、 今日はオーガユーアースホールボーカルギターデッドマナブさんをお迎えいたしました。チーズ。どうも。はるばる、はい、アズさんに乗って、はい、ありがとうございます、はい、お久しぶりですね。お久しぶりです。出身地が同じなんて書いてるんですけれども、はい、私のね嫁ぎ先が原村で、そうですね、村民として出会いましたね。そうですね、はいはい、村はいかがですか。村は、まあ、何にも起こんないです今日はですね、そんな私もうナブっていう風に紹介されちゃってナブさんのそうですね、そうですね、これ原村だけのあだ名かしら。そうですね、もう本当小学生の時の友達のだよね、僕の呼び方がナブっていう感じで、そんなナブの音楽にまつわる話を1時間通して話していきますが、音楽的ルーツから始めてみようかと思いまして、はい、まずね、原点となるような自分にとってののね、なんか記憶、まあ、ご両親、まあ、お元気ですか、ご両親。ああ、元気です、ね、ご両親の方が先に会ってしまった私なんですけれども、ね、はい、お二方から受けた、まあ、影響とか、はい、なんか記憶、思い当たる記憶。結構なんか子供の頃の記憶ないタイプない。 でもある時期が本当に原村に引っ越してきたのは小学校5年生ぐらいで、あ、生まれてないんだ。そう、生まれは富山なんです。おお、じゃあ富山時代は特にまだ音楽への目覚めっていうのは、まあ、ほとんどなくて、うん、まあ、でも富山の僕のお母さんの弟にあたるおじさんがなんかジャズ喫茶みたいなやつって、はい、あら、おばあちゃんもそこに住んでて、はい、それでジャズ喫茶のところで預けられてるっていうのはあって、うん、大ありじゃないですか。いや、でもなんかもただ酔っ払いがバカ話してるっていうのがメインみたいな、ジャズ喫茶なのに。喫茶だけどなんかもう結構夜の方が盛り上がってるような、あのバーみたいな。めちゃめちゃそれはもう始まってますね。どうなんですか、ね、だっていろいろフリーとかモダンとかもう何でもかかってたんでしょ。なんかかかってて、じゃあその後原村に移住されて、はいはい、そこら辺からようやく自我が芽生えたというか、うん、それまではなんかずっとぼーっと生きてたんですけど6歳から自我が芽生えたんですか。いや、小学校4年か5年ぐらいで引っ越してくると、うん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 、富山弁って結構きついんですよ、なんか訛りが。おお、それでなんか原村も大概ですけどねいやでも原村は結構子供たち標準語なんですよ。あ、なぜか富山弁で喋ると結構みんなから変だって言われるじゃないですか。そこからなんかこう自分の喋り方とかを一回こう客観視して監視するように喋っていくみたいな感じからなんかそこら辺が記憶がなんか、ね、なるほどね。やはり記憶っていうのは俯瞰し始めたと同時に起きてくるものなのかもしれないですね。それが小学校4年生で、そう、その前まで本当ぼーっとしてたなって感じで、うん、じゃあそのぼーっとしてる期間に楽器に触れたりとか。ああ、まあ、ピアノを、うん、習わされてたっていう感じですね。あ、そっか、いわゆる形でクラシックの、はい、嫌いだった。嫌いでした。ですよね、はい、
じゃあまりそこは生かされてない。何も弾けないです。あ、その時習った、うんうんうん、なんかあそういうクラシックの曲とかは、うん、でもあのオーガで鍵盤割と楽曲に入ってると思うんですけど、あれはもしかしてプレイされてる？あ、まあ、メンバー結構みんな、みんなできる、はい、みんな、はい、あ、みんな達者なんだね、はい、あ、 あとまあでもゲストの方もいますね、その本当にちゃんとした石橋英子さんとか、英子さんなんですね、はい、うん、あの辺お住まいですもんね。そうですね、うんうんうん、はい、あ、なるほど。ウアさんの、うん、まあ、好きだった音楽って大体わかりそうなんですけど、なんか苦手な方ってでもなんかその人の形作る部分はあるような気がするんですけど、うん、子供の頃でもいいんですけど、うん、なんかね、ただ明るい、ただ前向き、あそういうの全然無理でしたね。やっぱなんか幼少時からちょっとこう憂いのあるっていうのかな、憂い、マイナーコードというか、まあ、単純に言うとそういう方が好きでしたね。それすごいですね。いくつぐらいの時からですか？例えば幼稚園の時も母に毎月、はい、あのドーナツ版の童話って言わない、童謡か、童謡、あのレコード買ってもらってて、それをこうかけて歌うっていうのが大好きだったんですけど、ただ明るいのは歌わない、うんうん、でも、うん、中学生ぐらいになってくると、まあ、エレクトーン好きで習ってたんですけれども、うん、あのまあ、ライディーンを完コピしたりとかしてた。でもあのアイドルの曲なんかもヤマハに行ってたんで、漏れなく入ってて、うん、結構何でも並列で、うんうん、宝島も買ってるけど、うん、渋垣隊も好きだったなとか、めちゃくちゃチャンプル、チャンプル、はい、だったんですよ。バンドをじゃあ組んだ、このメンバーもさ、みんな原村在住、はい、最初のメンバーはみんな原村だったんですけど、うんね、じゃあもう学生のクラスメートというか、クラスメートでねえ、で、まあ、中学、まさかの中学で、田舎なんで、あのドラム叩ける家とかあるんですよ、うん、なるほど、はい、うん、周りに家がないんで、はいはい、だからドラム叩けて、しかも娯楽がないってなると、うん、まあドラム叩くじゃないですかそうよね、リビングルームみたいなとこで、お父さんのなんか仕事部屋みたいなところで、あ、はい、それは学ぶくんのお父さんの、いや、近所の、近所の、ね、はい、友達のお父さんがの家、うん、はい、お父様に私なんか何かとお世話になったこともあったりしてね、あの家具のアーティストだもんね、まあ、アーティストっていうか職人ですね、うんうん、職人さんだよね、はい、うん、そういったお父さんの職業から来る、まあ、音楽とはまあジャンルははっきり言って違いますけど、はい、彼のそのクラフトマンのこう精神とか集中してる姿とか、うん、そういうので自分の職人気質、まあ、なんか職人気質じゃない、ミュージシャン、どうですかね、こだわり方、うん、音へのそのサウンドデザイン的なとこの、うん、そういうのは全然影響受けてる気がしない、うん、自覚してないっていう感じ。そっか、うん、面白いね。今も割と近くに住んでるから、うんうん、あ、そのなんか日常だからね、そう、なんか振り返って父親がどうっていう感じでなんか顧みることがないから、そうなのか、影響がどうとか分かってないのかもしれないけど、うん、どんな音楽にハマってたかっていうのを聞いてみようかな。あのそのバンドを組んだ瞬間の頃っていうのは何を目指して特別にこう憧れたバンドだったり、みんなで何回も聴きましたとか研究したとか。憧れたっていうよりもただでかい音出すのが楽しいみたいなところからみんなぐちゃぐちゃやってて集まってて、もう家にギターとかベースがみんなあって、それでなんかバンドの真似事みたいなので、曲もコードも何も知らないけどただでかい音を出すみたいなのから始まったって感じですね。そう、でもさ、うん、何の音出すんだろうっていうさ、こっちはビートルズ、こっちはハワイアンじゃ困るじゃないって、まあ合うかもしれないけどまあでも有形的なその流れになったんだかしらね、うん、中学生でもそういう感じだったのかしら。中学校の時はビートルズとか普通に、やっぱりそうなの、あのやっぱあのスコアとかを、うん、あのがあったんで、うん、それのコードの、はい、見て、もう歌っちゃったその時から。いや、歌ってやつギターだけで、ああ、はい、そう、じゃあインストのバンドとして始めたという感じなのかな。そうですね、まあ、インストっていうかなるほどそんなね、じゃあナブの音楽人生に影響を与えた一曲っていう、いきなりなんかビートルズが飛んじゃいそうではありますけれども、飛んじゃう、あ、邦楽ってなってる、かっこ邦楽、邦楽で結構邦楽全然聞いてなかったんですけど、ですよね、その高校生ぐらいの時にあの名古屋のバンドが松本っていう近くの町にライブに来てて、うんうん、高校1年生ぐらいだったかなに
見に行った時に見たバンドが、うん、あのすごいかっこよくて、それでそれがサージェリーアフロっていうバンドなんですけど、サージェリーアフロ、はい、手術するアフロっていうバンド、みんなもぶっ飛んでますねもうなんかバンド名がもうちょっと、はあ、サージェリーアフロっていうバンドのファットやミュージックっていうのが、いい曲をかけたいんですけど、そうですね、続いては楽曲制作について伺っていきたいんですけれども、はい、うん、バンドだからね、まあ、どんな流れが主流というか多いパターン、まあ、楽曲が先で、うん、詞が後っていうのは、まあ、ほとんどですよね。詞が先っていうことはちょっと想像しにくいですよね、聞いていて。そうですね、うん、いつからそのボーカルとして自分は立とうと思ったんですか？はい、高校3年生ぐらいですね。うん、すごい。周りで歌う人がいなかったから歌ったっていうぐらいな感じだった気がします。周りで、あ、もし誰かいたらボーカリストだけ入れるっていうこともありだったの？実際最初はボーカリストがいて、うん、原村に？原村に。すごいな、人材豊富。それでやってて、それたまにあの僕も歌うみたいなぐらいだったんですけど、ボーカルの人がいなくなって、うん、じゃあやりますみたいな感じです。なんかそういうのあるよねバンドの人って、はい、なんかドラムいないから叩けって言われたとか、ありますね、本当はベースだったのにとかね、ありますね、よくあるよね、はい、で意外とその才能がものすごい開花するっていうね、はい、パターンありますよ ね、そういう妙があるんですけれども、はい、デモを作ってあのバンドに聴かせる、それとも割とセッションスタイルで当ててみるんですかバンドで。だいたいあのデモで、あの僕とギターのママブチの2人で、あの別々に割とデモを作ってきて、うんうんうん、それをバンドで聴いてもらって、うん、その各々こうアレンジしていくっていう感じですね、どうですか、気に入らない時もあるのかしら、そのマブチ君のデモに対して。いや、まあほとんどないんですけど、メロディーを作ってきてくれないですよ、なんかバックグラウンド のトラックみたいな、トラックが来ちゃうのね、あれ結構きついですよね。それでメロディーお願いしますみたいなパターンがトンチみたいになっちゃってね、うん、そう、それでまあでもそれでいい曲もたくさんできてるんですけど、うん、で、あのまなぶくんが作る時は、はい、もうメロディーもちゃんと乗せて皆さんにお聞かせしている。そうですね、はい、そうなんだね、はい、どういう時に一番もうちゃんと机に向かって的な感じ、作るぞーって感じ、それとも割とフッとした時に聞こえてきちゃったっていうのもあるのかな。いや、ないですね、もうだいたい機材とかを触って、 うん、あのギターとか弾いたり、音色がないとね。そうですね、うん、そこからなんか断片がこれこの感じいいなっていうのができて、うんうんうん、それを膨らましたりとかって感じですね。構成決めてね、はい、うんうん、じゃあその作詞の方なんですけれども、かなり言葉の妙といいますかセンスが卓越してるなと思うんですけれども、これ英語圏のアーティストにほとんど影響を受けてらっしゃいますよね。だいたい普段聞くのは、うん、海外のバンドが多いですね、で、はい、サウンドの影響もちろんなんですけど、歌詞の方も影響って受けるの？でもほとんど歌詞を訳して読むってことはほぼほぼないですし、僕英語とか聞き取れないん で、うん、なんで翻訳読まないんだ。昔は買った詞で読んでましたけど、うん、今 CD 買わないんで。買わないよね、はい、じゃあ影響受けてないに等しいんだ、その詞の世界に関しては。そうですね、うん、そうか、なかなかわからないね。じゃああの言葉のあの何とも面白いシュールな並び、うん、でも何かすごくそこに哲学的なものが流れているあの状態はどこからやってきたんでしょうね。あれかな、やっぱ社会学とか社会学からか、すごいな面白い。そういうのからかな、うん、そういうの読むのが多くなってきてるんで、なんかそこでヒントを得ることとかあって、それを抽象化していくみたいな。あ、抽象化になるのか、逆にそれをね、そっか。その日本語じゃないですかほとんどね、はい、で英語圏のものに影響を受けつつも日本語を載せるぞっていうのは結構覚悟がいった、それとももう当たり前だっていう感じ。最初は日本語に聞こえないように頑張ってた、うん、やってたよね、うん、何言ってるか本当分かんなかったですよね。それサウンド的にそうされてたんですもんね。そうですね、うん、でも明らかになんかハンドルを離す前にでしたかね、あのあたりからグッとなんか歌詞が本当に綺麗に聞こえて、私はすごく好きです。ありが
とうございます。すごく聞こえたかったなって思いましたね、あそこまで来るまでも。あの辺かなんかそういう社会学の本とか、あ、そうなんです。あの手前ぐらいぐらいからよく読むようになってたような気がしますね。じゃあ何かこう自分の思いを込めたりとか意味を持たせたくなかったわけですよね、うん、かつては。そうですね、うん、でも反転してきたんですか。そうですね、意味はちゃんとあった方が面白いなっていうか、うん、こういうことをあるテーマがこの音楽に乗って言われてると面白いみたいな、うん、微妙なツボみたいなのをなんか見つけれるようになって。へ、それがその、うん、今私が言った作品からのあたりって思っていいんですか。その手前ぐらいから徐々に、うんうん、なんか三部作みたいなのありますよね、うん、前に、はい、あのホームリーとか、あれも私はジャケット含めも最高に好きですけど、でもあそこでおっしゃってることも大概面白いんですけど、うん、なぜはっきりとまだあの頃は聞かせたいって思わなかったんだろうね。まだ明確に何が言いたいかとかよく分かってないっていう感じで、感覚のままに書いている。はい、今でもその部分あるんですけど、うん、なんかこう本を読むことによって微妙にこう整理がついて、なんか自分の中身も整理がついてきて、大人の階段登ってますね。そうなんですかね。割ともう録音の時にサウンド作るタイプですもんね。そうですね、いっぱい機材持ってるんだ。まあ、僕ら自身は大したことないですけど、使ってるピースミュージックスタジオっていう中村総一郎さんがやってるスタジオがあるんですけど、そこにヴィンテージの機材とかがすごいいっぱいあって、そっかそっか、行くたびにあのいろいろいじらさせて、うん、増えたりしてるの。じゃあ買ったりもしてると思いますね。あ、じゃあそこで、はい、そうね、そんなに自分では持ってないんだ。自分で今コロナ禍中に、うん、あのそういう録音機材とか、うん、シンセとかめちゃくちゃ買ってるっていう。あ、本当なんかそういう人多いですよね。私も一応ね、なんちゃってスタジオ作っちゃって、コロナ禍になんか始まっちゃいますよね。はい、ですよね。やんなきゃみたいなね。まあ、やることもないし。本当本当。でそのミックスダウン、あのトラックダウンとか、はい、マスタリングとか、その辺の作業っていうのはどんな風に重点を置いてると言いますか。基本的にその中村総一郎さんがやってくれるんですけど、うん、もう前作ですか。初期の2作ぐらいは別な方なんですけど、もうそれ以外はほぼ全部やって。そうか、すごいすごい。じゃあ逆言うと、まあ他を知らないという。そうです。何全然何も分かってないですね。あ、そうなんです、はい、意外です。はい、ここじゃあこうどうなっちゃうんでしょうね。あのオーガのミックスダウンやマスタリングでこだわった一曲みたいのを聞いてみようと思ってたんだけど、じゃあ逆にそうですね、中村さんがすごいなって思ったのが、はい、真ん中でっていう曲のコンフィデンシャルバージョンっていうやつ、うん、クラップの音が僕中村さん作る音が好きで、うん、まあ、いろんなその音が入ってる曲っていう。お、いいですね。、はい、クラップの音か、うん、自分で撮ったりとかしても全然なんかベチャーみたいな感じになっちゃうんですけど、うん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 、なんか乾いてて、うんうん、乾いてるって感じでもないんですけど、リバーブもかかってるんで、なんか好きなんですね、ちょっと歪んでて。続いてはライブについて伺いたいんですけれども、ズバリ心がけてますか。ん、何か同じ曲とかもう何回もやるわけじゃないですか、うん、人生で。わかりますよ。なんでできるだけちょっとでも変えようとする、はい、ちょっとでも変えるね、はい、何かを。そうだよね、はい、それはプレイ上ですか、それとも音色ですか、それとも構成。全部ですね、全部をね、はい、トライするという。はい、さすがです。でもあのインプロビゼーション的なありますよね。でもセッション的なパートが多く、ああライブ中に結構、うん、今そこで行うことっていう意味では毎回起きますよね。そうですね、うん、そのライブの、まあ、中で何割ぐらいがそういうちょっとインプロ的な要素はあるんですか。セットリストにもよりますけど。あ、そうだよね、3割ぐらい。3割あるんだね。それでこう突然また歌に戻るよね。そうですね。あれはあの、はい、合図出されてるんですか、それとも決まってる何か。ドラムが決めることが多いですね。あ、ドラムはあの何らかのフィルとか、うんうん、あ、フィルで、はい、あとその全体のこう流れで盛り上がってきて、自分たちでこうピークが来て、じゃあもう歌っていいよみたいな雰囲気ができた時に歌うっていう、そこでフィル分かりやすいフィル入れてもらうとかって感じで。あ、じゃあやっぱり合図出してるわけ、うん、ドラムに。ドラムがこうもう全部
こう後ろからこう眺めてここだぜってこうフィール入れてくるんじゃなくて、うん、なんとなくみんなでこう見合って、うん、じゃそろそろあと何回みたいなことが言ってますね。はい、僕から質問で、いいですか、はい、ウーアさんのライブを見た人から聞いた印象に残っている感想、今年の1月にアニバーサリーのライブを行ったんですけど、はい、ラインキューブだったんですけど、宇宙にも消えそうだったって言われたりとか人間ではなかったとか言われて、まあめちゃくちゃフィジカル人間でやってるんで、あそう言われてもなって思うんですけど、ちょっとまあレーザー光線とか使ってた影響もあんのかなとか、 あとはなんか2009年のフジロックで、清志郎さんのトリビュートが初めてあって、うん、たくさんの方が出演してたんですけれども、ここの局の人気 DJ のクリスさんっていうのがいて、うん、彼と今の奥様なんですけど見てくださってて、奥様の方がなんかいろいろ見えるっていうことで、私の隣に清志郎がいたっておっしゃってくれてものすごいなんかみたいな、すごいですね、はい、清志郎さんその時はもう亡くなってた、はい、それでみんなでね思って歌ってたんですけど、何名かにしか隣には来てなかったっていうことで、うん、その中に一応選ばれてたのがものすごく嬉しかったですね。そんなことあるんですか、すごい。どうですか逆に、なんか感想。この近くの六本木のEX シアターって結構ちゃんとしたとこなのに、はいはい、なんかバスへのバーみたいだったとか言われてて、それすごい褒めてるらしいんですけど全くよくわかんないっていう。あとはまあなんかずっと温泉入ってる感じがしたとか言われたことあります。面白い。もみの湯ですかねやっぱり。原村のね有名な温泉がありまして、はいはい、あもみの湯感がね出ちゃってるんですかね。出ちゃってるかもわかんない。もうしょうがないよね。うん、じゃあベストプレイの記憶は、でも野音でワンマンやったことがあって、その時がなんか僕らの演奏が始まったらすごい超土砂降りが降って、あら終わった瞬間に晴れるっていう最悪のそのロケーションというかだったんですけど、みんな帰らずにいてくれて、雷とかも鳴って中止しなきゃいけないかなっていう雰囲気ぐらいまであったんですけど、やりきったっていうのがちょっと怖さも含めて自分の中でベストライブっていう。あ、なるほどね、はい、プレイはもうがむしゃら、ちょっとやけくそって。やけくそ。で音源後から聞いてみました？はい、あ聞いたけど演奏がは別にいいとかそういうのではないんですけど、プレイ印象に残った、ね、はい、ベスト、うん、私も全く同じ経験ありますね。野音でガガーン雷落ちてもうちょっとこれ演出っていうぐらいで、あ一緒だ、でも、うん、何局所的な雨で、はい、まあ、何なんでしょうあれ、何なんですかね、なんか竜の通り道とかそういう竜のなんか穴みたいなのあるのかな。あそんな感じで僕らも降りました、うん、ありますよね。びっくりした、初めてそういう同じような体験の方会いました。僕も初めて会いました不思議ですね、はい、それではここでテトさんが見てきたアーティストのライブですごっと思った一曲、ジャドフェアって人のライブが、はい、松本であったんですけど、松本で、はい、のなんかしかも美容室の片隅でなんかやったなんかライブでジャドフェアっていうアメリカの人が来てやってたんですけど、ギターのこの付け根ボディとネックの付け根がなんかめちゃくちゃ緩ませてあって、はあはあ、なんかこうギターを弾いた時にこう弦をなんか緩めるようにこう曲げたりとか、弦を引っ張るように曲げたりとかして、はい、リズムも結構めちゃくちゃだし、音程もそんなギターだからぐちゃぐちゃなんだけど、うんうんうん、なんかかっこよくて、何なんだこれはっていう、うん、ちゃんとそれはスピーカーとかで出てるんですか音は。いやもうアコギだったんで、あもう生で聞く、生で聞いて、本当に音楽でやっちゃいけないっていうことを全部やってるみたいな演奏だったんですけど、それがなんか妙に、うん、かっこよくて、何なんだこれかっていう。だからあの時やった曲が何の曲かも全然分かんなくて、分かんないぐらいのことやってた、ここでは現在の音楽シーンについて話していきたいと思うんですけれども、まあね、時代の変遷とともに音楽の聴かれ方も変わったわけですよ、はい、どうですかこのサブスク文化。
ライトに聞けて気に入ってるんですね。自分としてはありがたいっていう感じ、うん、はい、リスナーとして、リスナーとして、うん、はい、そのアーティスト側、演者側としては、あ、でも、うん、あの僕らはなぜか知らないんですけど、はい、あの東京よりもアメリカとか、うん、あの西海岸か、西海岸の都市ですごい聞かれてて、うん、謎なんですけど。いや、謎ではないですね。いや、ほっとしますね、逆に。そっか、ちゃんと届いてる。一度も行ったことないんですけど。ないですよね。東海岸はツアーしたことあるんですけど。あ、そうなの。西海岸も行ったことがないんですけど、西海岸の都市で、うん、東京より聞かれてる都市が何個かあって、うん、それで東京が来て台湾とかみたいな感じで、うん、大阪とかより台湾みたいな感じでの聞かれ方をしてるのが、今見えるんですよね。あのアーティストがはそのどこの都市で聞かれてるかっていうのが、うん、インサイトみたいなところでね。そう、はい、うんうん、そうすると東京がなんか3位とか4位とかになっちゃってるみたいな。まあでもそうはといっても、もともとほらやっぱりアナログカセット、うん、はい、ね、まあ、昭和感ありますけれども、はい、好きですよね。好きですね、うん、リリースも続けて出されてますよね。はい、まあ、音もそうなんですけど、はい、まあ、サブスクだとやっぱりこうなんていうか情報収集とかちょい聞きみたいな感じとか、そうね、研究感あるよね、聞き流しとかみぐらいな感じじゃないですか、はい、なんかでもアナログだとすごい手間がかかるんで、うん、こっち側の体勢が聞くぞっていう感じが出来上がるじゃないですか、です、ね、あのこうやってる間に、うん、はい、だその形で聞いてもらうっていうのも好きで、うん、その自分もそれやって聞くときは、聞くぞっていうときはやっぱアナログで聞くっていうのが、最近でもレコードちゃんと聞く時間持ってますか？うん、持ってますね、うん、どれぐらいズバリ？あ、でも 週に何回かっていうか、週に 何回かっていうのは何枚か、それとも何時間かを撮るんですか？何枚も聞くんですか？週に何枚かって感じで、あ、何枚かな、うん、まあ、でもそれでもちょっと東京の方なんかに比べたらもうバリバリ多いですよね、うん、そうですかね、うん、針を落とす作業をしてるってことですもんね。そうですね、うん、でもそれは減ってきた、やっぱりこのサブスク文化の中でレコードに針を落とす時間っていうのは、 あんま変わんないですね。前からもう週に2枚ぐらい聞いてるんだ、はい、どうでしょう、なんかファンの方だったりとか若い方にやっぱりレコードっておすすめしたいですか？どうなんだろう、 うん、良さが分かってそういう風な聞き方で自分がこう入り込めれないかもしれないけど、うん、なんかスタイルで買うの、ただめんどくさいってなっちゃうと全然多分面白みないと思うんで、半分儀式みたいなものがなんか自分の中に身についてて、楽しめるならやってもいいかもしれないですけど、うん、儀式か私も一応毎回アナログは切るんですよ。でなんか理由は、理由ですか、はい、もう自分がもうレコードで育ってきたから、うん、なんか愛しいというか愛着があって、はい、 で、 うん、でやはり音が確実に違うと思うというか、うんうん、まあ、オーガニックっていうとなんかちょっとあれですけれども、うん、耳に本当に気持ちがいいし、うん、なんか違って聞こえるんだよなアルバムが、うんうんうん、サブスク出たとやっぱりこうアルバム意識で聞いてないですね。そうですよね、うんうん、だから自分までなんかアルバムっていう意識いるのかなとか思い始めちゃって、なんか演歌歌手みたいに毎回シングルみたいな1曲ずつ出すぞみたいな、うん、でもよくないとか最近思っちゃったりして。そうですよね、うん、聞く側はそのルール知らないから、サブスクとかだとそのルール壊れちゃうから、うん、そうだね、まあ、バラバラ聞かれちゃうかもしれないけど、なんかちょっと違う別物になっちゃいましたかね、うん、まあそうですね、プレイリストみたいなものに入って、うん、っていうことが多くなってきましたよね、うん、やっぱり A 面 B 面っていうあの感じを意識して作品作るんですか？うん、そうですね、レコードを作るんで、うんうん、そこまで感じてこう CD で聴いてくれたら本当に嬉しいよね、うん、そうですね。でもなかなかそれって感じれるんだろうかね今これから。でも逆にそのサブスクとレコードだけCD 買わないでアナログ買うって人も結構増えてると思って、僕もそうなんですけど、CD 売ってるのだってもう日本と韓国もまだ売ってるかな、うん、一時期韓国と日本だけっていうふうに聞いたけど、どうなんですかね、わかんないです、韓国はわかんないですけど、わかんないですね、はい、もう全く CD 屋はないですからね、あの、まあ、カナダに行ってもそうですし、あ、本当ですか、アメリカもないですよね。おお、すごいですね、そこら辺はアメリカの方が早いですね。早いですよ。はい、そろそろナブちゃんとはお別れの時間となってしまいました。あっという間ですね。ありがとうございました、はい、と
ても良い時間でした。あの最後の質問なんですけれども、とても大きな質問になっちゃうんですけれども、うん、音楽とは自分がやる分には結構暇つぶしもうちょっとって感じですね。暇つぶしたんかい。まあ音楽なかったら相当暇だなとか。あ、近所とかに行ったらすげえ嫌なおっさんとかあのダメな感じの人がめちゃくちゃかっこよく見える瞬間とかあるじゃないですか、はい、そういう瞬間が結構音楽では好きで、そういうアーティストとかも、なんかこの人ダメそうだなって思うんだけどなんか曲がいいとか、うん、なんか世の中の評価軸みたいなのを一回こう忘れさせてくれるみたいな、そう音楽ってそういうもんだと思ってるってところありますね。へー、面白い、聞いてみるもんですね。じゃあ歌とは、歌とは、はい、難しい、難しいですね。まあ音楽と歌は同じかな。同じ、同じ、暇つぶしで歌ってんですか。そうですね。ガーンみたいな。ガーンかな、暇つぶしじゃないですか。なんで歌ってますか。これちょっとまあ言い逃れになっちゃうんですけれども、名前がですね、あの私の本名ご存知ですよね、はい、で、はい、歌がついていまして、はい、呪われてるみたいな。ごめんなさい、言い方悪いですよね。あのちょっとオーガみたいになっちゃうんですけど、あのしょうがねえなみたいな感じというか、やらなきゃいけない、なんか強く望んで、なんて言うんでしょう、用意周到にしていったわけじゃなくて、なんかこうなっていっちゃったんですよ、こればっかりは。で今はもちろん死ぬまで歌ってたいと思ってるし、人前でできることはそれしかないなっていう自覚があるんですけど、他に今からなんかっていうとかなりテンパりますね。ですよね、はい、僕もテンパりますですよね。泣くとテンパるものっていうことかな、そうそう、ね、はい、はい、うん、ウアがナビゲートしてきました。 Wow Music いかがでしたでしょうか。まなぶくんめちゃくちゃ面白かったです。ここまでアーティスティックな人だというのは存じ上げなかったので、本当一人のアーティストに改めて出会えた感じがして良い時間となりました。次回のゲストはエイミーさんです。テンパレイというねバンドのキーボードボーカルでもあるね、エイミーさんなんですけれども、ソロ活動でも本当ご活躍されていて、すごく存在が気になってます。お会いするの本当に楽しみです。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はウアでした。